おはようございます。カモンマテリアルの坂上五郎です。カモイの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を、追求するために発信している番組でございます。はい、ちょっとだけ止めてみる、ちょっとだけ止めてみる。はい、で今日はですね、はい、11月の、27日ですね。はい、11月終わります。終わりますね。はい、もう来月から12月です、うん、はい、っていうか師走になるって、もう本当にね、はいはい、毎週言ってるんでもうやめとこうか、はい、もう信じられへんって毎週言ってんだけど、まあでもこのね、11月も終わろうとしてるんですけど、はい、あと1ヶ月で今年終わるんですけど、はい、なんだかんだ言いながらいろいろ動いててね、充実はしてましたよ ね、 そうですよね、うん、やっぱ、まあ緊急事態宣言が明けてから、はい、いろんな業界がざわざわと動き始めて、はいはいはい、まあ、映画業界というか、うん、まあ、関西もいろいろと動いたりとかしてて、そうですね、で実際今まで決まってなかった映画の公開なんかが、はい、ボンボン決まってきたりとかして、はい、多分来年明けあたりが結構いろいろと忙しいというか、いろんな作品重なって出てきてるとか、はいはい、結構あったりとかするので、うちの方でも、なんだかんだと、うん、あれの取材はどうですかみたいな問い合わせとかも来ていて、あ、はあはあ、結構ね、はい、詰まってきてますいろんなインタビュー取材に行かせていただく機会が増えそうなので、はい、はい、またここでも、はい、ご紹介できるんじゃないかなと思ってるんですけど、はい、大阪部さん的には何かあれですか？なんか僕は、先週田辺に行ってきました。お、田辺、はい、はい、ね、まあ、関西のね、はい、まあ、映画祭としては、ね、まあまあ、結構続いてますもんね、あれもね。15回目ですね。ね、そうですよね。はい、15回で、はい、まあ、オンラインですけどね。そうですよね。はい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 。去年は完全にもオンラインというか。はい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 。で、その前はできなかったのは？まあ、野本梢監督のね、はい、愛のくだらないも田辺弁慶でね、グ、ね、ランプリ取った作品だったりとかしますから、はい、まあ、結構田辺弁慶はなんだかんだ言いながらうちの番組はちょっと、まあ、田辺弁慶とは関わってないけど、はいはい、田辺弁慶絡みの人は結構出てたりとかするかもしれないですね、はい、第10回目からね、はいはいはい、スタッフで行かせてもらって、はい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 、その時はもう10回記念で、うんうん、ポエトリーエンジェル、あった、あった、あった、はい、岡山天音くんがね、うん、あったあったあった、はいはいはい、この映画祭が撮ったという、はいはいはい、はい、そこから関わらせてもらってる、はいはいはい、ポエトリーエンジェルね、はいはい、あれ田辺弁慶祭りじゃないけど、シネリーブルでやりましたね、ね、やった時に、はいはい、僕連れて行っていただいて、はい、はい、見させてもらいました、うん、あれも面白かったですね、そうですね、はい、まあまあ、うん、そんな感じで、はい、まあ、田辺弁慶も、まあ、完全オープンじゃないですけど ね、 そうですね、一部の人だけですけど、はい、まあ、呼ばれて、始まってるということで、そうです、まあ、湯布院とかもあるし、まあ、いろいろね、映画祭も、動かないと言ってたやつが動き出したりとかもしているので、はいはいはい、また、皆さんもいろんな映画祭とか、はい、いっぱいありますもんね、本当にいっぱいありますね、そうなんです、で西成ドラゴン映画祭も、はい、来年はやるとドラゴンも言ってますんで、はいはい、またちょっと関わりたいなと思ってるんですけど、はい、はい、皆さんまた映画祭、映画、公開がいろいろと目白押しなので言えてない、はい、ぜひ、見に行っていただければなと思うんですけども、はい、今日もですね、実は、はい、映画の紹介で、はい、ゲストお越しいただいてます。今日ちゃんと来ていただいて、ね、そうです、そうです、いつもというか、まあ、最近ね、インタビュー映像を見ながらっていうのが多いんですけど、はい、スタジオに、ゲストが来ていただいて、はい、お話をしていただくというパターンで今日は行きたいと思っております。はい、しかもなんとですね、今映画の話してましたけど、はい、はい、その映画館の支配人が来てます、はいこれ珍しいことやと思うんですけどね、はい、どんなお話を持ってきていただいているのかちょっと楽しみにして、はい、お迎えしたいと思います、はい、はい、それでは林さん、よろしくお願いします。はい、はい、では、林さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もうでも林さんとはね、はい、僕の第一作目の、はい、太陽のドロップキックという映画があったんですけども、それをなんと、元町映画館で一番最初にかけていただきまして、はい、本当にその節はお世話になりました。いや、こちらこそ何年になるんですかね。あれね、だからね、18年か18年、3年ぐらい前ですね。もう3年も経つんですね。ねえ、もう僕ね、あれね、もう忘れられないんですよ。1週間もう毎日行って、はい、でしかもね、
上映の1時間ぐらい前からビラ配りをもうずっと、映画館の前でね、商店街のところでずっとやらせてもらって、めっちゃ僕商店街の人に顔を覚えられて兄ちゃんまだやってるの頑張りやみたいな感じですっごい温かい街で、いや商店街ならではですね、ね、はい、本当にだからあの場所にある映画館っていうのは僕すごい、うん、映画館の性格としてすごくいい性格の映画館やなと思うんですよね。いやそうですね、立地には恵まれてね、いると思います。だってね、何がすごいかって言ったら、僕がビラ配りして、はい、その通りを歩いてると、あ、兄ちゃんほんと行くわ言って来てくれるみたいな、うんうんうん、そういうノリなんですよね、うんうん、だから別に今日は見るつもりなかったけど、そんなに言うんやったら見るわみたいな感覚で見てくれる、うんうんうん、だからすごい温かい街で、うんうん、はい、なんかだからもう僕は元町映画館には足向けて寝られへんと思っていつもいるんですけどすいません、足向けてるかもしれませんけど、はい、向けられてたいやいや、はい、まあそこから来ていただいたということなんですけど、はいはい、今日はじゃあ、何のお話をという感じなんでしょうか。今日は、うん、はい、あるオムニバス映画を紹介しに参りました。はい、はい、オムニバス映画ですね、はい、はい、これってこうしたら、はい、僕も落ちますよ、はい、すみません、そのために僕横に座ってるんですよ実は、はい、まあ、こちらもね、はい、今日映画館に行かないという、はいはい、オムニバス映画をご紹介に来ていただいたということで、はい、これでプレゼンテーション、はい、ということですね、はいはい、一応念のため説明しておきますけど、はい、これはこのプレゼンありかなしかということで10分間プレゼンしていただいて、はい、丸か×かを判定させていただきます今日のプレゼンの内容、はい、で、丸だったらよかったねっていう感じなんですけど、はい、×だったら、お顔にモザイクがかかって、はい、声がボイスチェンジで変えられるというそういう、浮き目に遭うということは、そんなことあるんですか今まで。今のところないです。ないんだ。今のところないです。そうなると美味しい話です。みんな言うんですよみんな絶対言うんですよ。関西の人はみんな、いやそれ初めてなるんやったらそれ美味しそうって言うんですよ。言うけど丸か×かって言った瞬間にみんなクッてこうすごい力入れる。そうですよね、ちょっと悲しい、はい、まあまあそういうことにならないように、はい、今日は楽しくプレゼンしていただければなと思います。はい、はい、ではそれでは、プレゼンを判定する判定員の皆さんよろしくお願いします。はい、お願いします。アイソフリマ、お願いします。はい、それではアイソフリマけばったところでですね、はい、はい、行きたいと思います。はい、はい、それではこのプレゼンありかなしかスタート。はい、元町映画館支配人の林未来と申します。こちら初めてお邪魔いたしました。はい、今日はですね、今日映画館に行かないというオムニバス映画の紹介をさせていただきます。元町映画館は2010年の8月に神戸の元町商店街にオープンしたんですけれども、2020年の8月に10周年を迎えました。でその10周年を記念して、それまでの10年の上映の中で、ゆかりのできた、上映をさせていただいた監督たちが10周年の、まあお誕生日プレゼントみたいな感じで、うんうん、短編作品を送っていただくというプロジェクトを映画監督の小田香織さんが発起人となって呼びかけてくださったんですね。で、それにご参加いただいた、11人の監督の短編映画と、それから、コメント映像でご参加いただいた方もいらっしゃるんですけれども、11人の監督による、作品をまとめて一つの、作品にしたオムニバス映画がこの今日映画館に行かないという作品です。はい、はいはい、まあ、私もね、ちょっと時間の都合で全部は見てないんですけど、なんと途中まですいません、最後の1個だけ見てないっていうあれなんですけど、はい、はい、見てはおりまして、正直やな、はい、もう僕ね嘘つけないタイプなんで正直に言ってますけど、はい、はい、でやっぱねすごい個性的な監督がいっぱいいらっしゃるので、はい、一作一作全然違うノリなので、そうなんですよ、一本見ながらすごいこう満腹になっていくというか、はい、はい、すごい楽しい時間が過ごせるあれじゃないかなと思うんですけど、はい、そうなんです。これ一回ちょっと、まだ未完成の状態で、うん、
年11周年を迎えた2021年の8月に1回ちょっとお披露目版として公開をした、はい、1週間だけ公開したんですね、はい、でその時に参加された監督が舞台挨拶に来てくれたりしたんですけど、うんうんうん、その時この、一編を監督された松野泉さんが、はい、あの舞台挨拶の時に、うん、普通オムニバス映画ってなんか一つのこうテーマがあったり、うんうん、方向性が決まってたりするもんだけど見事にバラバラやなとそう、ほんまにバラバラね。でもそれ私言われるまで気づかなくてあ、そういえばそうですねみたいな、うんうんうん、でもあの元町映画館って、うん、まあ、どういう映画館ですかって聞かれた時に、うん、結構その作品上映作品のラインナップのこう多様さというか、はい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 、もうあの超古典的名作から、うん、もう B 級というか C 級というか Z 級というかなんか作品までやるっていうことを僕のまでかけてくれてますからね、はい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 、一応その、はい、なんていうのかな、劇場の特徴と言ったらあれですけど、はい、あのそういうつもりでやっていたので、うんうん、ってことはこのバラッバラの作品が集まったオムニバス映画って本当に元町映画館らしい作品なんだなってことをその時に初めて気づかされたんですよ。でなんだかあのこう玉手箱のようであり、で、これまで監督された作品を元町映画館でも上映させていただいた監督たちなんですけど、うん、はい、本当にそれぞれの個性が、うん、あのまあ、爆発してるというか、いやもう本当にね、あのすごかったですね。いやもうその監督のファンにはたまらないし、はいはい、あのいろんな監督を発見する楽しみもある作品だと思いますし、一粒で何粒も楽しめるという、そうなんです、はい、そうなんです、はい、なんかお気に入りの、ね、作品を見つけていただいたり、はい、なんかすごく新しい発見とか驚きもあるような作品になっていると思うのと、はい、あとはあのちょこちょこと元町映画館自体も舞台に撮影として使ってくださってたり、はいはい、あとあのまあ、今いるスタッフが出演していたり、あの元スタッフが出演していたりっていう、こうあの元町映画館ならではのっていう、そうなんです、はい、元町映画館をご存知の出てますよね、バレたいやバレたってもういきなり出てたよしかもクレジットもしてもらって思いっきりあのもう何だ本人役で出てる感じですよね。本人役です、ね、あれ多分定位置ですよね、あの定位置で、そうですよね、事務所のいつも座ってるテーブルでちょっとこうなんか作業してるってそういう手でなんかちょっと話しかけてるみたいなね、主人公の人の背景にね、はい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 、ありますあります、はい、そうなんです、はい、ちょっと私もあの出演させていただいたり、はいはいはい、恥ずかしながらしている、はい、そんなもう本当に素敵な作品ばっかりが集まって、うん、5分で、はい、でこの参加してくださってる監督たちも、うん、もうあの元町映画館ともゆかりが深いし、うん、そして私自身もすごく大好きな、うん、あの監督たちばっかりなので、はい、その監督たちがの最新作がそうですよね、この元町映画館のために作られたっていうだけでもうなんかこう私はねもう大興奮、うん、もうテンション上げ上げっていう感じで、テンション上げ上げで、はい、本当にあの皆さんにこれを楽しんでほしいなと思っています。本当に一粒で、はい、何倍も何百倍も楽しめるような、うんうんうん、そんな作品になっていると思います。そうですよね、はい、あのまあ、一つ一つの話をしていくともう本当にキリがないんですけど本当になんせね、コメントを寄せてくださったのがお二人で、はいはい、あと9名は、はい、短編作品を作ってくださってるので、はい、9作品あるんですよ、うん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 、で一個一個説明してたらね、もう一度から、ね、時間切れって言われるんですね。そうですね、はい、まあ今日映画館に行かないの公式サイトもありますので、はい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 、それで一つ一つの作品の、はいはい、あのこの辺に出してますんで、はいはい、ぜひ見ていただければという感じですね、はいはい、まあ、そうですね、そのなんて言うんでしょう、そのドキドキ感があるんですよ、うん、これ、うん、何がドキドキかっていうと、はい、あの今終わったんやんなと思ってたら次のが始まってるみたいな、うん、この、うんうんうん、え今終わったん、それとも次のが始まったんっていうのがあの見ながら、うん、あ次のやとか思いながら見てるっていうね結構ね、あのシームレスすぎて、うーん、あのそうなんですよ、そうなんですよ、あの扉がなかったから、なるほど、扉がないんですよ、だから次のやつが今始まったんやっていうのがあのはっきり分かるやつと分かんないやつがあるんで、あのなんか本当にね、一本の映画を見ながら新しいショーが始まってるみたいな感覚なんですよね、だからある意味、いやー、はい、それは全然、はい、あの気づきません
いやだからね、あのもう見てる方としてはそういう意味でも面白いというか、あのなかなかねこんな映画ないですからね。そうですね、うん、だから例えばその何か一気通貫してる誰かが出てるとか、はい、そういうわけでもないし、何もない、一切何のあの関わりもないというか。そうなんですね、それぞれの監督たちも他の人がどんなの撮ってるかも知らなかったので、ね、はい、ただやっぱり、一応その元町映画館の10周年をお祝いしましょうっていう映画館に向けた企画なので、うんうんうん、やっぱどこか映画館であったり映画であったりっていうものに対するこう気持ちがね入ってるのがまた映画ファンにはたまらないんです。いやだからね、あの僕がね、あのすいません最後まで見てないから、はい、最後のやつに言及できないんですけど、はい、あの最後から一個手前のねスズメの涙とかは、はい、全然関係ない話かなと思ったら最後かな、最後元町映画館に行くっていうね。そうなんです。あのえあ映画館を舞台にしたお話だったんだとかっていうのもあるし、はい、もう思いっきり映画館のスタッフが主人公だったり、そのいろんなやつがあるんですよ。だから、はい、で元町の町も描かれてるやつもありゃ、うん、一切出てけんやつもあるし、うん、これいつになったら出てくんねやろとか思いながら、もううん、なるほど最後まで出てけんねやみたいなやつもありますけど、はい、あのだからいろんな楽しみ方ができる。そうですね、はいはい、でもこの素晴らしい監督たちのことをもっともっと知ってもらいたいという思いもあって、まあこれの初日が今日11月27日なんですけど、はいはい、すいませんね、はい、なんかこの11月27日から1週間は参加監督たちのこれまでの作品を集めた特集上映も同時開催します、はい、これね、はい、これね全部1回ずつすごいね、ね、だからもうこの日逃すと見れないんですよね、はい、そうなんです。でも本当に、はい、あのすごく久しぶりに上映されるものもあるし、すごく貴重な上映機会の、はいはい、なかなかない作品もあります、はいはい、ぜひですね、はい、そのこの機会を逃さず、はいはい、あの内容はどういう順番かとかは全部あのホームページ見ていただいて、はい、細かいところはチェックしていただきたいので、まあ、一応こちらにも書いてますんで、ぜひ皆さん、この今日映画館に行かないとこの企画ね、はい、含めて、この10周年の企画をですね、楽しんでいただければなという感じですね。はい、ぜひ遊びに来てください。はい、30秒前、はい、30秒前です。最後の一言、今締めたつもりだった、うん、いやもうあの映画館と映画に対する愛が本当にたっぷり詰まった作品なので、ぜひ皆さんと一緒にあの楽しみたいなと思っています。ぜひ遊びに来てください。特集の方もぜひよろしくお願いします、はい、はい、ということで終わりました。ありがとうございました。いやいやいや、本当にね、元町っていう町があのすごくいい町で、でそこにある映画館っていう、そうなんでしょうね、その映画館の性格が町の性格とすごい一致してるみたいな感じがするんですよね、僕は。あ、でもなんか、うん、むしろ町に助けられているような気がします。やっぱ歴史のある、ね、町ですし、はい、そうですよね、うん、はい、まあ何でしょう、まあ、この映画を見てね、はい、その元町らしさをどう感じるかっていう楽しみもあるんじゃないかなと思うので、うん、本当にぜひですね、まずはこの映画を見に足を運んでほしいなという感じですね、はい、はい、ではいよいよの時でございます。いよいよの時でございます。あの石田亮もやってましたそれ。お前ら見てるぞとか睨んでました。同じこと。はい、では、参りたいと思います。はい、このプレゼンありかなしか判定。はい、丸見つめました。はい。はい、ね、やっぱりそうでしょ、あのう、ね、なんか罰が出たら美味しいかなって言ってたけど、やっぱり孫の方が嬉しいでしょ。嬉しい、すごい嬉しいです。はい、という感じでございました。はい、はい、これがね、11月27日からですから、はい、はい、まあ、今日ですね、今日から始まります、ね、今日からです、はい、何時からですか。ね、
11月27日の週は、はい、夜19時台または20時台ちょっと日替わりの時間になるんですけど、それはチェックしてみてチェックしてくださいということですので、20では午前中10時半からの上映です。はい、ということですので、ぜひ、今日映画館に行かないって言いながら、はい、ちょっと誰かと一緒にね、そうですね、元町映画館に足を運んでいただければと思います。はい、今日は、元町映画館社員の林さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、ではあゆみ、はい、おはようございます。おはようございます、あゆみです。はい、はい、お店の情報イベントなんですが、はい、ちょっとね、元町映画館と、うん、株式市場ですが、今日、はい、27日、28日は、はい、マテリアルのチョイスの日なんですよ。あ、そっか、時間もかかってるな。はい、チョイスの日なんで、はい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 、もしよければね、はい、こちらの方にも遊びに来ていただきたいなと思って。いや、もういいですよ、もうこっちはもう、元町映画館行って。いや、今日19時からね、19時だから、こっち18時から、ちょっと間に合わへんから、もういいからいいから、元町行って。こっち来て、1週間ね、されてますもんね、元町映画館の方は、1週間。でもね、監督がね、ちょっとね、1回だけっていうのも聞いて、あーって思いながら、両方楽しみたいなみたいな感じなんですが、こちらのイベントは、27日のファーストチョイスがレイ・ミゼラブル、セカンドチョイスがスノーホワイトを楽しみたいと思っております。28日の日曜日がオーシャンズイレブン、セカンドチョイスがセブンを楽しみたいと思っておりますので、はい、それぞれファーストチョイスが13時からで、セカンドチョイスが18時からスタートとなっております。1時間前から受付した、はい、なっておりますので、はい、ぜひ遊びに来てください。はい、そして29日のチームラッシュもございますので、はい、月曜日は走ります。行きます。はい、なのでお越しください。はい、お待ちしております。ご予約が必要になりますので、お電話でお問い合わせいただけたらな、ありがたいなと思っておりますので、はい、はい、お願いいたします。はい、はい、ではさよなら。はい、高橋さん、ありがとうございます。今日の高橋です。今梅雨のコーナーでございます。はい、今日ね、林さん来てるので、ね、はい、女元町と私のつながりの映画で、うん、シーズン10を紹介したかったんですけど、ね、以前にも紹介してるんです。ああ、なるほど、はい、そこからお世話になって、ね、ずっと今に繋がるってことで、うんうんうん、今月もちゃんとあれでしょ、真っ裸のね、暗号上映もあったんですけど、うん、ありますね、はい、安楽涼さんの友瀬という、うん、映画を見に行って、見に行ったんですよね。はい、よかったですよ。で、まあ、今度東京で上映ですけどね、また、関西戻ってきていただきたいと思います。うん、で、先ほどね、多様性の映画が多いって言ってましたけど、はい、割と邦画のイメージが多いですね、元町映画さんとか、ね、監督も分かりましたし、はいはい、で、まあ、はい、そのミニシアター系の多いんですけども、うん、で、我々新作はちょっと先にね、体験させてもらうことが多いので、いろいろで伺うことが少ないんですけど、ああ、はいはいはい、終了で伺った中から、はい、今日は一つ、はいはい、またこんな感じかい、またこんな感じやな、はいはいはい、ゾンビよ、ゾンビね、ゾンビ公開時見てなくて、さっき持ってきたってもん、ゾンビ、ゾンビを公開時に見てなくて、でこれ去年ぐらいですね、これね、はい、にやっと元町でゾンビを見たって言って、はい、40年ぶりかかりましたね。40年、はい、こんだけゾンビと歩くの遅かったんかと思いながら見てて、ほんで、まるっきりもなんかデパートだ、中だけの話を持ってたら、ちょっと違うかったんで、違います、なんか初めて、はい、こんだけホラー好きやのに、やっとゾンビを見た、うん、はい、感じでございます、はい。これだから、いろんなバージョンがあるんですけど、ありますね、今回は、日本初公開復元版ということで、見たんで、なんか、はい、あとは冒頭とエンディングが使ったりとかいろいろあるんですね。バージョンいっぱいあるみたいです。はいはいはい、で、ダリオ・アルジェント版とかもあって、はい、私は、ね、曲がゴブリンやしね、うん、ダリオ・アルジェントかなと思ったんですけど、うん、でただ、これ、本当はパート2っていうのが、屋敷のが、主要の絵付きがパート2とか言われてますよね。はい、まあ、はい、スタッフとか一緒なんで、はい、前作が一応、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド。って言われてます。だから、これは2本目見た、ドーム・ザ・ゴッド、2本目見た。はい、で、リメイクが、ドーム・ザ・ゴッド、ちょっとなんかいっぱい出てきて、ドーム・ザ・ゴッドの、ゾンビみたいに出てきたよ、おい、ドーム・ザ・ゴッドというのがリメイクされたんで、そのリメイク版にこのゾンビに出てはる人も出てるんです。それ見ていただきたいと思います。はい、これ公開時なんですよ、ヘアルさんの、これ40年前の。お、40年前のチラシ、うわ、すげえ、はい、でございます。はい、私らはこの時ゾンビが来ると輪を変えたってね、そういう冗談言ってましたけどね。トンビとゾンビね、はいはい、言って言ってみました。もうほんまね、若い人絶対分からへんから、40年前のギャグでございます。はい、はい、それが、元町映画館で見た映画でございます。はい、現在の元町映画館は元町4丁目なんですけど、はい、私もともと神戸なんで、はい、実は元町2丁目に元 A っていうのがありまして、はい、これが
こう、まあ、元町東映とかもいろいろ言われてたんですけど、はいはいはい、最後後半戦3本立てになって、はい、今のシネマ神戸さんが新芸会館に立った時の3本対3本で対決して、はい、神戸さんも2日間で6本見れるという状況があったんですけど、はい、そういう状況があったんですよ、はいはい、そこで見た、はい、前の元町、まはいはいはい、元町二丁目の元映の時に見た作品がジョディ・フォースターの白い家の少女でございます。なるほど。これ1976年、はい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 、14歳ですね、中学の時に、はい、見に行きましたけどね、はい、これまあまあその大きな白これジョディ・フォースターのあれですか、デビューかでもデビューでもあの有名なタクシードライバーとか、はい、ダウンタウン物語があって、はい、でも大体一緒の年ですね、76年ですね。だからこれが一番手出しで、うんうん、やったと思いま、ね、すね。だからその白大きな家に、うん、なんか少女白役が住んでて、はい、親はどこ行ったとか、うん、そういう謎でちょっと、隣のおばさんとか出てきて、はい、てんやわんやっていう、はい、スリラーですよね、はいはい、この時にこれは割れ好きですけどね、はい、ジョディ・フォースターのお尻が映っている、はい、中学の時に、はい、同い年のジョディ・フォースターが出ている、あ、同い年か、同い年、1962年生まれでございます、はい、今年59歳でございます、来年還暦ですね、はい、そうです、お互い還暦なんで、はいはい、ぜひとも機会があったらこれで、はい、見ていただきたい、はい、お尻見てください、はい、アイタフ・マーティシンとか、あ、ちょっと、はい、ご覧、マーティシンね、マーティシンなんで、ご覧ください、はい、はい、以上、戻りましょう、はい、ありがとうございました。はい、はい、ということでエンディングでございます。はい、はい、林さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。初めて来ていただいたんですけども、どうでした？ちゃんと映れてよかった。ちゃんと映れてね。はい、はい、いやいやいや、本当に。まあ、なかなかね、なんていうの、こう丸か×かとかないんで、まあ、このドキドキした席に座られたっていう経験はどうでしたか？いや、楽しかったです。なんか、本当ですか？はい、すごい楽しくお話しさせていただけたんで、はい、プレゼンしろって言われてどうしようか。そうですよ、よくあるんですけど、来た人がここ来てから事情を聞くというね、何するか分からない、何するか分からず、とりあえず来てる人がすごく多いので、はい、もうお願いやから、ちゃんと説明しといて。はい、ということで、今日は林さんに来ていただいたんですけども、まあ、本当にね、関西だんだんね、もうこういう映画が盛り上がってきてますからね、そうですね、どんどんいろんな作品がね、公開されていってるんで、まあ、関西だけじゃなくて日本全国そうかと思うんですけど、はい、皆さんもぜひですね、映画館に足を運んでいただいて、今日は元町映画館に行ってみませんかという、というと、後ろで睨んでるやつが一人いるんですけど、はい、今日はゲスト立てろよ、ゲスト立てろよ、はい、ということでございますので皆さんよろしくお願いします。はい、それでは、今日はこれぐらいで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。